いよいよスルドビエゾとった。そのビエゾだけど、あなた、どこまでって。いいこと？相手は、ビエゾエルウォルゼテルディ。たとえマスターコアがなくても、恐るべき相手。私はあの男が、気晴らしに何匹ものズーグルを、その巨体から繰り出す一撃は、素手であっても危険。まして、武器を持った時。攻撃は必ず避けろってことか。ええ。決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う。それを忘れ、俺たちの協力が試されることになりそう。ヘマをしないことを祈っているわ。スルド・ビエゾか！ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったが、ひまいましい。だが我がマスター・コアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。アサジエを後悔せい。死ねえ。ルスットがスルドの真似事か表せるわ。そんなもの興味はない。お前を倒してダナを解放する。ごしゃくな顔もない奴隷風情が。ヒエンジ、魔王エニタ、やっとってマジンちゃん、醤油かけこりろ。炎よ巻き込め。やっと任せて。外さないわ。投げ払う。治癒の術を見つけると。どれごときが終わりよ。炎よ投げ込めろ。今だ。どこだ。打ち込め。治癒の術よ。魔王エニカ。止め。頼れるのは自分だけ。やっと炎よ決めてやる。なんて威力だ。でも空中では隙だらけよ。ヤツが飛んだら撃ち落とすわ。頼む。火の精霊術よ。バーンストライク。魔王エニコム払わすわ。すまない。しよ今だ。やったぞ。ビエゾ覚悟なさい。で魔王エニタラジンカン。そこもう一発。やっとマグナル終わりだ。炎よ投げ払う。巻き込め。ババ切れよ。魔王エニタ貴様らなんぞ。マグナル炎よ巻き込め。はい。バーンと行ってよ。力を借りる。これで終わりだ。逃げる。追うのよ。
スルドが奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。この精霊力の化け物、どうしたら。
同じ精霊力だと。もしかしたら。壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。
1週間、そんなに眠っていたのか俺は。まあそうだ、俺たちが駆けつけた時お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で何者だったんだお前は。俺は分からない。思い出したんじゃないのか。そうか、無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したといっても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門。ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。待っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないで。これは。うん。ん？何？シオン、なんで人を遠ざけようとするんだ。いつも理由をつけて人の言葉を遮るだろう。さっきだってティルザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか。利害が一致しているからであって善意でやってると思われては困るもの。私は早く全てのスルドを倒したいだけ。そう、それもだ。スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、
今はその言葉に嘘偽りはないと思ってる。それでもお前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないか。それも必要であったり巻き込まれただけよ。ビエゾの城で子供を助けたあの時もか。あれは明らかにお前からだった。俺だって体だけでなく心も助けられているんだ。たとえ俺に痛みがなくたって炎の剣を使うことで死ぬかもしれない。そこに恐れがないわけじゃないんだ。でもシオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ俺はこの剣を震えるんだ。そんなに迫ってこないで。これ以上詰め寄るなら茨が行くわよ。褒めてるんだぞ。そうなの？もう何なの？シオン、イバラが出てるぞ。もう話は終わったから。そう。とにかく。マスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ。本当にありがとうな。さあ見に行こう、炎の門を。まったく、心臓に悪いわ。炎の剣の力は期待以上ね、うん、あれだけ強ければもはや属性の相性も問題。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれはそれでもビエゾは倒せたわ。なら他のする、どの道これ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒シオンは怖くないのか。あれほどの力を振る。いいこと。力は可能性よ。分かったよ。切り札なのは確かだしな。みんな笑ったり楽しそうに喋ってる。俺たち本当に勝ったんだな。シオンが直してくれなかったらこの光景も見られなかった。言ったはずよ、死なれたら困るってだけ。そうだったな。うん、いいな。わかった。うん。何？そうね。うん。
ええ、どうだろう。そうね。よし、行くぞ。レナ兵や手下のズーグルが見当たらないな。はぐればかりだ。大方、指揮官であるスルドを失って逃げ出したってどこでしょうね。しかない。これぐらいの相手なら問題ないな。あの時、修霊機から現れた炎の怪物、そして
炎の剣に宿った力。あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろう。そういうことになるでしょうね。大勢のダナ人がそのために命を落とした。でもその彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ？精霊力は世界を巡る、拡散してまたこの世界に帰ったはずよ。ならレナが集めた精霊力はどこに行くんだ？王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろ？ダナには教えられないのか、なぜスルドを倒そうとしているのかも。そういうあなたはどうなの？あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、それがなぜあんな形で権限したのかがわからない。なぜあんなことができるの？知るもんか。言っただろ、記憶がないって。分かったよ。別にお互い信用したわけじゃ。あの子はまだ目を覚まさないのか？まだよ。怪我は大したことなかったけど、相当。薬はないのか？それがここのとこの騒ぎの連続で、なけなしの。そうか、他に薬を。そうだ、毒ってあなたの。ああ、今もモスガルにいる。ならお願いできる？私はここを留守にできない。わかった、任せてくれ。うん。